この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。赤ずきんちゃんは狼に食べられる運命にあるんだよ。もういい加減、アマネじゃなくて私を選んでくれないか。どうしてそんな目をするんだい。あなたは卑怯です。卑怯？エトワール戦のためか何か知りませんけど、アマネ先輩に勝ちたいならもっと堂々と戦えばいいじゃないですか。光の言葉は冬の冷たい風に凍りつき、千の刃となって私の心に突き刺さった。痛い、胸が痛い。正々堂々とか。シズマ様、エトワール様、ナギサ、このまま枯れてしまうのかしら。いえ、きっとまた綺麗に咲きますよ。そうね。アマネ様、エトワール戦に出馬なさらないのかしら。ぜひ出てほしいわ。アマネ様がエトワールになられたらどんなに華麗でしょう。カナメ様とモモミ様がエントリーされるのではないかって噂を聞いたわよ。お二人とも素敵だけど、やはり私はアマネ様にエトワールになってほしいわ。エトワール戦のエントリーが近いわ。そのようですね。そろそろ決意してくれたかしら。あなたがエトワールになったら素晴らしいと思うんだけど。スピカの生徒たち喜ぶわよ。私は次はあなたの番よ。あなたがエトワールになって、エトワールにならなければ得られないものを手にするの。私はもうすぐね。え？エトワール戦のエントリー。ああ。楽しそうだわ。カナメと私がエトワールになる時が一日また一日と近づいてくる。そうだな。アマネも出る様子はないし、ライバルはいないわ。勝ったも同然ね。戦わずして勝って、それで勝利と呼べるのだろうか。え？どうしてアマネはエトワール戦に出ると言わないんだろうな。いや、なんでもない。ひかりちゃん、生徒会長が呼んでるわ。トウモリ様が？エトワール戦にアマネ先輩が。まだ決めたわけじゃなさそうね。でも心が動いているのは確かよ。そうですか。エントリーするとしたら
誰とするのかしらね。でも私は、あまねさんはあなたを特別だと思っているはずよ。あなたも分かっているでしょ。そう言ってくださるのはとても嬉しいです。だからあなたもあまねさんを説得してほしいの。ひかりさん、怖いんです。怖い？だってあまねさんもあなたのこと。あまね先輩がもしそう言ってくれたなら、あまね先輩が望むなら、私は喜んであまね先輩の手を取ります。自分から手を取るなんて無理です。怖いんです。何？今日も聖歌隊の練習に来なかったね。どうして来ないの？明日は来るよね。ややちゃん。シズマ、相談があるんだけど。相談？今年のエトワール戦にミアトルから誰を出すか、その候補者についてよ。みゆきに任せるわ。いいのね？次のエトワールが誰になろうと私には関係ないわ。わかったわ。じゃあこっちで決めることにするわね。私の調査によると、今回のエトワール戦はかなり混沌としていて、ミアトル、スピカ、ルリム、どこからエトワールが生まれても不思議じゃありません。うん。でもシズマ様の後を継ぐにふさわしいとなると候補は限られてきます。スピカのアマネ様、ルリムのチカル様です。ミアトルは今年は厳しいかもしれませんね。そうだね。私、シズマ様以外のエトワールって考えられないな。そうですね。あ、私と勝負してほしい。勝負？君と勝負する言われはないよ。勝負してほしい、私と。頼む。わかった。感謝する。